はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。ロシア軍の、ね、情勢をいろいろとですね、毎日いろんな記事で読んでおりますけどもですねまあどうなってるのかようわからんけども、まあ何となく見えるところもありますね。なんか急速にガタガタとですね、内部がガタガタとし始めてるんちゃうんかなという感じがします。これは6月30日昨日のですね11時18分に出た記事でございます。ワグネル反乱を事前に知っていたロシアアルマゲドン将軍が消息不明に、当局が尋問との、情報を持って、このアルマゲドン将軍ってね、これね悪名高いんですよ悪名高いおっさんなんですよ。プーチンとの写真が出てますけども、こいつね、まあちょっと言いましょうか、クレムリンのペスコフ報道官は29日、民間軍事会社ワグネルの反乱計画を事前に認識したと報じられている、ウクライナ侵攻でロシアの軍事作戦司令官を務める、副司令官を務めるスロビキン氏の消息について詳細を明らかにすることを避けたと。まあ、昨日からこのニュースが沸騰してますけど、アルマゲドン将軍の異名を取るスロビキン氏は24日にワグネルの創設者エフゲニー・プリゴジン氏に反乱を中止するよう訴える動画に登場した後、公に姿を見せておらず所在が不明となっている。治安当局の尋問を受けているという未確認の情報もある。まあね、ちょっとこの辺にしとけ、これロイターからの記事ですね。この人ね、この将軍さんってね、本当にね、その有能でですね、あれチェチェンあたりからですね、もうなんていうか名前が知られているような人であったと思いますよ。でシリアでですね、もうなんていうか残虐なことをやらかしてですね、そんなも国際法を守るとかね、人権もなんか関係ないね、目的を遂行したらええねんみたいな、そんなタイプのおっさんであると私は認識をしてるんですけどね。まあまあすごい顔してますよ、この面構えは。はい、もうロシア人って感じですね。でこいつがですね、当局の拘束を受けてですね、尋問を受けてるということは、君プリゴジンと一緒に反乱しようと思ったんちゃうかということですね。あるいはプリゴジンが反乱をするのに君は知っていながらそれを我々に知らせなかったね、どうしてと、まあそういうことではないかと想像するんですけども、このね、なんていうかな、副司令官なんですね、現在も。これ最初司令官をしてたと言われてまして、その今降ろされたと、降ろされて副になったというふうに言われています。書かれていました。でもですね、現況ですね、ロシア軍の大幹部であることには違いないわけであって、その大幹部ですら拘束をしてですね、調べなければですね、こういけないというふうになっている今ロシア軍というのは、解体の危機ですね。軍内の結束がですね、ガタガタになっているというふうに考えてもいいんではないですか。そもそもプリゴジンってね、反乱に立ち上がりましたけどもですね、国防軍の正規軍部隊もですね、一緒にですね、決起するんではないかというふうに期待をしていたそうなんですね。まあそれがですね、誰も決起せずにプリゴジン単独ので反乱に終わってしまったと、今のところそういうことですね。しかしこのですね、アルマゲドン将軍あたりがですね、裏でですね、連絡を取り合ってですね、一緒にやるなって、よし行くぞみたいな感じでやっていたのかもしれないですね。であればプーチンは当然、こいつを逮捕してですね、罪を問わなければならないでしょうね。でもね、なんて言いますかね、結局人間集団ですからね、人間関係で成り立ってるわけだって、このアルマゲドン将軍にもしですね、忠誠を誓う部下たちが何人かいればですね、彼らは当然ですね、プーチンのこうやっていることが気に入らなくなってしまいますね。そうなればですね、あまりそのですね、命令違反とまでは言いませんけども、命令に従うふりをしてですね、実はしないみたいなですね、そういうことも今後ですね、そういうことをやらかす部隊や将校も今後出てくるのではないかなというふうに思います。まあ分かりませんけどね、
プーチンちゃうわ、プリゴジンが公然と反乱を起こしたこと自体でもですね、ロシア軍内にとってはかなりの衝撃だと思うんですね。で、今別の記事を読んでいますとですね、ウクライナ軍が前線にわたって主導権を取りつつあるというようなことを伝える記事もありました。まあ、ウクライナとしてはここはチャンスとばかりにですね、まあ、動き出しているんでしょうね。で、ロシア軍の前線もですね、こんな反乱騒ぎがあったわけであって、もしかしたらですね、いや、モスクワにすぐ戻ってこいみたいな命令を受けた部隊があったかもしれません。そんな部隊がまた戻されたらですね、モスクワに行って遊べると思ったのにと思ってるわけですですね、前線に戻されたらまた弾飛んでくるやん、飛んでくるやん、死ぬかもしれへんやんと思うわけでしょ。嫌やんそうですよ、まあ、そんな部隊のモラルが高いはずがございません。ですんであれですね、今相当ロシア軍はやばい状態になってると思います。もしかしたらこれからね、ウクライナの各戦線でですね、こう本格的にですね、ロシア軍自体がですね崩れ出してですね、こう命令違反で逃げ帰るみたいな部隊が続出することもですね十分に考えられます。なんせプリゴジンがですね言いましたよね、この大義はないと、みんな嘘やと、最初この戦争を始めた大義はないと、政府の言うてることは嘘やという、まあ、それね、どの程度ですねロシアの将兵にですねこう見られたか伝わったかっては分かりませんけど、今ねみんなやっぱしで、ね、スマホも持っていくわけでしょ戦場に。まあどうなってるのか知りませんけども、スマホを持っていくわけでして、伝わるのは早いと思いますよ。そうなると自分は何のために弾の飛んでくるところにですね身をさらしてですね、こんな危ないことをしなあかんねんと思う兵士がわんさかわんさか出てきてもですね、不思議はないわけです、ね、なんて誰しもね大義のない戦争でね、たまに当たって死にたくはないでしょ、破片にこう当たって死にたくはないと、そう思うもんで、それは兵隊さんもそうですし将校もそうだと思うんですね。できることならですね、弾の飛んでこないところもね、へへーとこう塞がりたいわけですよ、でもそんなことをするとですね、本来ですね命令違反というのになります。ただその後ろにいる将軍もですね、何や迷いがあるというようなことになるとですねまあどうですかね、士気は上がりませんね。いやこれね、ウクライナ始まって以来の最大の危機かもしれません、ロシア軍にとってはね、キーウ戦線からですね撤退した時以上にですね、ダメージは今回は精神的ダメージですけどね、精神的ダメージは大きいと思いますし、今ウクライナの戦線ではですね弾薬不足もあれば武器も不足していてですね、戦車なんかですねもうかなり数少なくなったということが伝えられています。そこへですね西側のものすごい性能のいい戦車もですね送り込まれてですね、かなりロシア軍は苦戦を強いられているはずです。やっぱりね嫌ですよ、そんななんというか大義のない戦争で相手はものすごいとこういうなんていうか強い戦車が出てきて、それを相手にですねそのなんていうかこう不利な戦いを強いられるっていう場面は、だから今ね私ここ 2,3 日こうなんかロシア軍が崩れたというようなニュースがないかなと思って注意して見てるんですけど、あんまりないですね、あんまりないです。でももしかしたらですね明日あたり、ウクライナも今日1日がですねあとどうでしょうかね 5,6 時間で終わろうとしていますから、今日の動きを伝えるニュースをですね明日の昼間ぐらいに、日本語で読めるんちゃうんかなということをですね期待を したいなと思います。あとプーチンさんの周辺ですね、なんか28日には、ね、大衆の中に混じってワイワイやったというふうになってますが、ほんまもそれ偽物ちゃうのと僕は思いましたけどね、あんなところへ出ていく人ではないですからね、ああいうことをするときは大体偽物やというふうに言われています。はい、ということでこのですねニューズウィークに貼ってますロイターからの記事ですけども、ワグネル反乱を事前に知っていたロシアアルマゲドン将軍、
が消息不明に、当局は尋問との情報もというところのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。